よだれ出た。よだれ出た。おはようございます。おはようございます。ナイトメアのどこですか。どこですかっておかしい。質疑です。よっしゃ、いや始まるよ。はい、よっしゃ、よっしゃ、シャキッと、はい、シャキッとしていこう。はい、はい、ということで、ということで、ナイトメアの新曲スリッパーがリリースされました。はい、あ、挨拶した、はい、しない。あ、してはい、はい、あ、ナイトメアボーカルのヨミです。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、ナイトメアの新曲スリーパーがついに発売しました。そこでこの番組もスリーパーということで、こんな感じで布団の上で横になりながらのスタートなんですが、はい、服装もそうです。なんでか今日ははい博覧ですよ。そう、博覧、はい、でやってみたいねっていう話をしたので、うん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 、つかね、すごくない？すごい。俺もすごいよ、めっちゃ。ほらすごいよね。うん、すごいです。すごい。はい、ということで、はい、じゃあやっていきますか。まあ座りますか今日は。はい、はい、なんか懐かしい感じしますね。なんかこんなんやってましたよね。うん、はい、ということで、うん、今日は地元、はい、古川で握手会をそうなんですよ。もうしてきたそうで、たくさんの方が来てくれました。ありがとうございました。うん、ねえ、ありがとうございます本当に。はい、はい、で握手会来てくれた人ももしかしたら今見てるかもしれないですよ。うん、見てくれてると思います。うん、はい、うん、ね、はい、わかめじゃねえぞ俺。あ、これこれだ。俺わかめじゃねえ。違うよ、マリモだよ。マリモでもないわ。マリモでもないわ。うん、はい、ということでまずはオープニング企画こちら。はい、フェチズムタイトルコール。おい、はい、ということで、視聴者の皆さんからいただいたフェチズム、つまり好きなポーズのリクエストに答えます。はい、今夜もメールが届いております。はい、読みます。お願いします。岩手県、うん、あやめさんです。うんうん、なめこさん、巻貝さん、こんばんは。はい、ちげえわ。はい、違うね、名前ちげえわ。うん、名前ちげえわ、はいはいはい、なんか今日いろいろちげえわ。うんうん、毎回お腹を抱えながら見ています。はい、この話をすると友達にバカにされるんですが、うんうん、私は極度の腰フェチです。うんうんうん、年を重ねるごとにフェチ度が高くなり、うん、ナイトメアのライブに行ってもステージ上の皆さんの腰の動きを見る回数が増えています。うん、するとあることに気づいたんです。はい、なめこさんも巻貝さんもとってもセクシーな腰つきであることに。はい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 、それで何なん今の。いや、気づいたんだ。バレた、バレたの。はいはい、そこでお願いです。 120% のセクシーな腰つきでタイトルコールしてください。なるほど、はい、うん、はいはいはい、ということですね。うんうん、セクシーな腰つきということで、はい、スタッフがこんなものを用意してくれました。はい、これですね。はい、やるか。やりますか、じゃあ。このフラップフープをセクシーに回せってことらしいですよ。はい、俺、僕たちさ、これ今この衣装でうまく回せるかな。よっしゃ、いけっかな、これ。俺さ、やったことないんだよね、ちゃんと。うん、俺もっていうかね、どうやんの、あの、このどうやんの、こっちじゃないですか、こっちの方がやりやすいんじゃない。え、これ失敗したらどうすんの。何回も、はい、いきますか、じゃあ。はい、いきます。せーの、ドン。なんでできんの、なんでできんの、なんでできんの、なんでできんの。ちょっとねえ、手、はい、手、はい、手気になる、手が。なんでできんのそんなに。え、どうやってやんの。ああじゃねえよ。もう一回いきますか、じゃあ。はい、なんでできんの。爆裂ナイトメア、爆裂ナイトメア。よっしゃ、はい、よし、あっち行け、もうこんなの。よし。はい、よし、はい、
ということで、改めまして、はい、ナイトメアの質疑です。よろしくお願いします。はい、ナイトメアボーカルのヨミです。よろしくお願いします。ということでですね、どうでしたか、フラフープは。いや、意外とやっぱりできたかなっていう感はありますね、意外と。そうですか。僕は。そうですか。はい。よかったです。はい。さて、今夜も皆さんからのメッセージを募集します、はい、今夜のテーマは新曲スリーパーにちょっとかけて、うん、ナイトメアが判定夜の常識非常識、うん、いいですか、はい、はい、寝るときにまつわるこれって非常識なのと疑問に思っていることを画面下のメールフォームからどんどん送ってください、うんうん、例えばベッドのシーツは1ヶ月に1度しか洗えませんがこれって非常識ですか、うん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 、寝るときは隣にぬいぐるみがいないと寝れませんがこれって非常識ですか、うん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 、寝るときはすっぱだかで寝てますがこれって非常識ですかなど、うん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 、まあ、こういう感じで、はい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 、はい、下ネタじゃないよ、はい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 、はい、こんな感じで僕たちに判定してもらいたいことを画面下のメールフォームからどんどん送ってください、はい、そして今月もニコニコ電話を使ったコーナーシャウト選手権もあります。まだあ、ここからじゃあヨミさんですね。はい、そうです、はい、これです、はい、はい、どうぞ、はい、まだ、ニコデに登録していない方は、運営コメントのリンク先に詳しく書いてありますのでそちらを、ご覧ください。お願いします、お願いします、ということで、はい、はい、そのサインですね。そうです、このニコニコ電話に出演してくれた方には僕たちのサイン入り色紙がもらえるチャンスもあるの で、うん、でどんどんエントリーしてください。はい、さて爆裂ナイトメア、ここでもう1曲いっちゃいましょうか。そうですね、お願いします。じゃあ、はい、それでは、新曲スリーパーをご覧ください。どうぞ。